助かったぜ。山賊どもざまあ見ろってんで。無事でよかった。でもなんで山賊なんかに追われてたの？そんなの知らねえよ。歩くの疲れたからその馬一頭くれって言ったらいきなり怒って襲ってきやがったんだ。それあなたが悪いんじゃないの？あ？なんでだよ。失礼なやつだな。なんだこいつ偉そうに。うかつくな。この男どこかで見た覚えがある。確かファブレ家だよ。え？ファブレは俺の家だぞ。やはりファブレ公爵の。ではあなたは？俺はルーク・フォン・ファブレ。お前どっかで会ったっけ？知り合いなの？イージス。いや彼と直接の面識はない。だが以前騎士団の任務でファブレ家には赴いたことがあるんだ。ファブレ家はこの地方では有数の貴族の家。そのご子息がなぜこんなところにお一人で？まあちょっと事情があってよ。それよりお前ら強いんだな。ちょうどよかったぜ。お前ら目的の場所まで俺を護衛しろ。ああ、なんで俺らがそんなことしなきゃなんねんだよ。ビシャース、口を慎め。ルーク様に何という無礼を。様？だっせえな。貴族だか公爵だか知らねえけど、そんなの俺らに関係ねえじゃん。しかし騎士としては。もう騎士じゃないでしょ。あ、それは。待って、公爵ってことはルークの家はお金持ちなんだよね。護衛する見返りに賃金を払ってもらえないかな。あ、カナタ、それは金が欲しいのか。それだったら後からいくらでも渡すよ。言っといてやるよ。やった、これで旅のお金はなんとかなるよ。え、どうしよう、こんな俗っぽい考え方カナタらしくない。きっとビシャスの影響だわ。許せない。そこ、俺への怒り自給自足すんのやめてくんね。なんでもいいからよ、しっかり俺のことを守れよ。じゃ行こうぜ。はっ、このイージス、命をかけてお守りいたします。イージス、すっかり騎士気取りだね。寝癖と騎士癖は治らねえって昔から言うしね。さりげなく嘘混ぜるのやめない？さあ行こう。倒しがいがありそうだな。まばゆき雷光ライトニング。切り開いてみせる。電撃下止め。限界を超える剣を吠えろ。雷神双鏡が。さあ行こう。うわ、もう邪魔邪魔。ファイヤーマンスカイ、炎よ燃え上がれ。熱波扇風機ヘルスクロー。当然よね。この結果は見えてたわ。